バーディングリーバッキーことムジムジバキです。はい、今日はですね、100均で次に使えるもの5個を追加で買ったので紹介していきたいと思います。前回こんな感じで10個紹介したので足すと15個ですね。前回の動画をまだ見ていないという方は概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。それでは早速第11個目からいきたいと思います。じゃん、ドットタイプのホログラムテープ。中に金、銀、青、赤、紫、緑、黄色の7色が入っています。これを何に使うのかと言いますと、このように塗装が剥がれてしまったジグやルアーに対して、このホログラムテープを、銀色かな、やっぱりこのように貼って、銀のところちょっと切ってピーピーピーとなじませてやれば、はい、こんな感じで綺麗なジグに戻りました。あと色も他にこんなにもいっぱいあるので、こんな感じにもしてみました。こういう風に自分で考えて貼り付けた色のジグでするっていうのもまた楽しみの一つですよね。はい、それでは第12個目、でん、回転爪切り。するときは爪を切っておいた方がいいっていうのもあるんですけれども、こういう色のカードのラインとかを、よいしょ、切るのに役立ちます。ちなみになんですけど、この T ラインは、あ、切れるは切れるけど、なんかちょっとこういう感じでラインがほつれちゃったりとか、まあ、引きちぎった感が出ちゃうので、前回紹介したこの裁縫バサミがこうシュッと切れるのでいいと思います。はい、そして13個目は、じゃん、クリップ式リールキーホルダー。これはですね、さっきのこの爪切りとかをこうやってつけて、こう挟んで使いたい時にこうやって使って、でこういうふうに入れとけばいつでも使えて便利だと思います。前回このハサミをこのワンタッチジョイントホルダーにこうつけて、でここにつけておくと楽だよって話をしたんですけど、このハサミだとこの刃がむき出しになっちゃってるので、座った時に足にこうくさって刺さってしまう可能性もあるので危険なので、こちらはタックルボックスの方に入れておいてください。はい、そして14個目は、じゃん、とりわけトング。はい、これはですね、魚をこう掴むことができます。サイズ的には10センチから20センチの魚をつまむことができます。釣りをこうしてて、イエーイ釣れたーってなって、パタ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 ってなってる魚をこうつまむのって難しいじゃないですか。なのでこれを使うことによって、パタ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 ってなってたとしてもバビってつまむことができます。イエーイって釣り上げて、でそのままこれでこうつまんで、この間紹介したこの先曲がりラジオペンチミニでこう針をこう取ってクーラーボックスの中にポンポンと入れちゃえば、魚に触ることなく釣りが楽しめるということですね。はい、そして前回の動画のコメントに、このラジオペンチにめちゃめちゃ錆びやすいよっていうコメントもあったし、ちょっとこんな感じで錆びちゃってきたので、じゃん、錆び落とし。どうやって使うんであろうか。使用方法、ゴミや浮いた錆は払い落としてください。 OK。
後ろ部分に直接ポンチをつけ、柔らかい布または歯ブラシなどでこすり落としてください。これをここに、うわー、めっちゃ緑の液体がすごいへばりついて気になるな。うん、綺麗になったんじゃない？めっちゃ綺麗になったよね。めっちゃすごいやん。はい、ということでですね、このサビ落としでこの汚かったペンチが綺麗によみがえることができました。もうちょっと歯ブラシとかをね使えばもうちょっと綺麗になったかもしれないですね。はい、ということで今回改めて最近の100均はすごいなっていうことが分かりました。またね、釣りに使える100均グッズ見つけましたら動画投稿いたしますので、皆さんもぜひぜひ見てみてください。ということで、この動画をいいと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。ご視聴くださいましてありがとうございました。バイバーイ。